初のですね、マイナス出ましたね。マイナス579、えー、マイナス2.46%。まあ、ちょっとね、動画撮れなかったんですけど、なんか移動してる時にね、まあ、最初、なんかね、プラス1000円になった時もあったんですよ。で、ああ抜こうかなと思ったんですけど、いや抜けなかったですね、その時ね。抜いとけばよかったなと思うんですけど、まあ、とりあえず、 まあこれ運用して何ヶ月だ ?1 ヶ月ぐらい経ったか。1ヶ月ぐらい経ちましたね。1ヶ月運用して、えー、マイナス579円と。<laughs> まあ、着実に増え続けるものではないので、やっぱ、あの、まあ、様子見てね、あの、この開きが10%パーあ、10%パーとかぐらいまでマックスなのかな。まあ、とりあえず、その3ヶ月ぐらい挙動を見て、多分ね、僕が、 いいなと思ったのが、やっぱプラス1000円ぐらいになった時に抜くっていうのが一番いいんじゃないかなっていう。まあこれはちょっともうちょっと様子見てね。これチャレンジコースで今やってるんですけど、チャレンジコースでプラス1000円ぐらい出たらすぐ抜いて、あのチャレンジじゃないコースに、えー、で運用する。で、そのチャレンジコースの方で、なんだ。えー えーまあ、500円から1000円を抜いて、えー、安定のコースに移してチャレンジコースで500円から1000円増やしたら行くみたいなするといいかもしれないですねまあ多分ねまああのー、これがねゼロになるっていうことは多分ねないと思うんですよあの大、ー、体そのペイペイ側も側も大体その30% 10から30%の間みたいな感じで言ってるので ゼロになることはね、極めて少ないのかなとは思うんですけど、ただもうちょっと運用してみてね、あのやっても、やってこようかなと思います。うん。まあこのね、2万3000円っていうのは今二万、あの、なんだ、なってますけど、基本的にその僕はその、買い物をしたら、えー、そのボーナスが、 あ入りまますすのでそのでそボーナスを自動運用ってていいう形にしていますなので、まあ、このボーナス運用、まあ、その命名通りなんですけども、自分でお金入れて運用してるっていうわけではないですね。買い物したボーナス分を運用していると。だから手出しはゼロといえばゼロですね。うんまあ、ぶっちゃけでも買い物するときにボーナス分を見越して買い物してる部分もあるので、うんって感じですけどね。<laughs> まあまあ買い物はしたりしますからね。はい。まあということで今回初のねマイナス。でもねちょっとドキッとしましたね。初めてこのマイナスっていうのを見たときね。うわ、これが運用の怖さだなと。マイナスになるんだなっていうね。うん。はい。ということで、まあこれがマイナスが今度もっとマイナスになるのか。それともまた反転するのか。だからこの反転するかしないかっていうのは面白いですよね。うーん。 まあこちら様子見たいと思います。はい、では終わります。